クフルの DIY。 皆さんこんにちは、ヤクフルです。今日はこちら、呉竹ジグクリーンカラードット全色レビュー。わー、クリーンカラードット全12色見ていきたいと思います。そしてドットといえばこちら、プレイカラードット全12色もありますので、こちらとも比べていきたいと思います。ヤクフル、まずこちらのドットの方はこんな感じですね。ちょっと柔らかそうなペン先です。反対側は 0.5 ミリ幅のペンになっています。よく見るとこっちドットって、ドットが点点点点って続いて、こっちは線がやーっとなっていますね。では早速書いていきます。緊張の一瞬いきますよ。せーの、わっ、おー、押す強さによってドットの大きさが変わります。じゃあ今度はこっちのペンの方も書いていきます。よし、あー、なぜはまらないパターン、こっち、あ、こっちです。裏裏返し、こっち側を入れるとはまるパターン。はい、こちら最初の色キャンディーピンクを書いてみました。どんどん色を試していきたいと思います。はい、全12色描いてみました。このような色合いになっております。全体的にとっても色がいいですね。すごい、これちょっと間違えちゃいました。こっちスプラッシュが正解です。全体的にきつすぎない優しい感じの色合いになっています。裏写りはこんな感じです。結構写るのかな。そうですね、ちょっとギュッとするとにじむかなという感じがします。はい、ペン先はこのようになっています。じゃあ書いてみますね。垂直に、よいしょ、こんな風なドットでギュッと押したり、ちょっと押したり、ちょっと押したり、ちょっと押したりみたいな感じで大きさが変えられます。これ斜めに押しても割と丸がしっかり、多分そんな練習しなくてもこれは簡単に描けるかなという感じがします。いいです、とてもいいです。重ね塗りも結構いい感じです。木管ではないのでちょっとその辺だけ注意が必要かなという感じがします。ヤクフル、この冊子によるとプニッと押すとだいたい5ミリぐらい、トゥンって小さく押すと1ミリぐらいの丸が描けるようです。そして芯先を押した後力を抜きながらペンを動かすと雫型が描けます。やってみましょう。押しながら、押した後力を抜きながらペンを動かすといきます。Oh, no. お、いい感じです。こう手前に引く感じに、よいしょ、やるといいです。すごくいいです。横だとちょっとやりにくいですね。横よりは手前に引く。はい、いい感じで花火が描けました。この冊子に載っていたのを真似してみました。雨、ひまわり、こんな感じでドットを描くのに夢中になってしまいました。すごい楽しいです。ヤクフル、続いてはこちらと、ビャン、プレイカラードットを比較していきたいと思います。はい、見た目はこのような違いがあります。クリーンカラードットの方がだいぶ長いですね。細い方のペン先はこのようになっています。太
太さはほとんど同じです。ドットの方はと言いますと、プレイカラードットはこちらの先が平べったくて、クリーンカラードットの方が丸いのが特徴になってきます。丸を押した感じも大きさはほとんど同じです。プレイカラードットの方も軽く押してみましたが、こんな仕上がりです。クリーンカラードットの方がそれ用に作られているだけあって、丸は綺麗に出ますね。クリーンカラードットとプレイカラードットを全色このように描いてみました。違いとしては、結構こっちのクリーンカラードット最初の方にも言ったんですけど、マイルドな色合いかなという感じがします。プレイカラードットはこっちだけオレンジがありますね。クリーンカラードットにはオレンジがなくて、こっちにはオレンジがあります。それ以外は結構色合いが近いかなというふうに思います。クリーンカラードットはこちらのドットとペンの色が同じですが、プレイカラードットはちょっと色がこっちのペンの方が濃くなっているのも特徴になります。あとすごい細かい違いといえば、クリーンカラードットの方はこの真ん中のところに色が薄くなるという傾向があります。ちなみにプレイカラードットの方はこの端に色の濃いところが来るっていう風な特徴があるので、見え方もちょっと違ってきますので、お好みの方を選んでいただければと思います。ちなみにお値段はこちらのクリーンカラードットが200円、こっちのプレイカラードットは160円になります。もし今はどっちのペンにしようか迷っている方がいらっしゃったら、好みの色がある方がもちろんいいんですけど、個人的に今使ってみた感じだと、こっちのクリーンカラードットの方がドットの大きさが変えられる分、ちょっと幅が広がるんじゃないかなと思いますので、参考になれば嬉しいです。早く振る。はい、ということで今日は新商品プレタケのジグクリーンカラードットの全色レビューしてみました。いかがでしたでしょうか。プレイカラードットの比較もお役に立てば嬉しいです。この動画がためになったと思った方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。このような文房具の対決などもどんどんしていければと思いますので、コメント欄にコメントリクエストお待ちしております。今日も最後までご視聴ありがとうございました。あやくふるでした。バイバーイ。